お世話になります。 JVC 研運動の井出と申します。今日はお忙しい中お時間いただきありがとうございます。じゃあ早速なんですけれども、ヨーロッパの方ではすでにもう取り扱いは始まっているんですけれども、こちらにありますようにストリームスターというところで、まあ、商品、展示しておりますけれども、 IP とJVC のカメラを使ってスイッチングを、するシステムでございます。で、先月のインタビューでも参考出品という形で展示させていただいておりました。で、実際にJVC がまだストリームスターを正式に扱いますという正式な発表はしてないんですけれども、 JVC の取引先様でありますシステム5様に今日のお時間とこの場所をお借りして、正式取扱いの前に先行、説明会という形で、今日お時間をいただいております。ぜひよろしくお願いいたします。では早速、お手元の、資料に基づいて、まあ、同じものをスライド、出しますので、見ていただければと思います。今まで JVC がですね、業務用のカメラはあったんですけれども、なぜこのストリームスター、IP スイッチャーに、を取り扱おうとしていたかというところで、まあ、昨今の流れなんですけれども、まあ、今テレビ業界もいろいろ課題がある中で、スマホタブレットでの映像を見ている方がかなり、特に若い方中心に大きくなってきているということと、その反面制作するところの機械、人、物、時間、さまざまなコースは削減をしていきたいという制作業界のニーズがございます。で、かつそれをリアルに配信して YouTube を代表とされるストリーミングのサイトで見ていくというようなことが挙げられると思います。で、そこで JVC とストリームスター、これをヨーロッパのスロバキアの会社になるんですけれども、こちらのスイッチャーを使いまして先ほどのコストの削減に図っていくというところのシステムを構築しております。で、じゃあストリームスターとはどんなシステムかと言いますと、まあ、最近の IP 伝送による中継で、かつスイッチング機能を持たせたリプレイですとかカメラのスイッチング等も含めて、今までだとかなり大掛かりなスイッチャーのシステムを用意しなければいけなかったんですけれども、今 IP でつなぐことによって、真ん中にありますのが実際に6カメまでスイッチングできる X7、 その右にありますのがスコアプラス、赤い端末になるんですけれども、スコアプラスと言いまして、ちょっとスポーツの種類はヨーロッパの方の制作会社なので限られるんですけれども、サッカー等ですね、例えば選手情報とかそういったところの情報をスイッチャーに取り込みたいという時に、まあ、NDI ベースのデータシステムとなっております。で、今こちらはスイッチングした後の最終の絵を出しておりますので、まあ、後ほど触っていただきながらご確認いただければと思います。はい。で、じゃあ実際に今どういった接続をしているかといいますと、まあ、ここに今ストリームスターの本体がありまして、で、今 JVC のカメラ等が今5台つながっております。で、大きくはそこの、ちょっとスロットカーで簡易的な、レース中継を演出してるんです、作ってみたんですけど、レーン上に、カメラが 1,2,3 と、コースの中に白い丸いカメラが、あれが弊社のPTZ のカメラですので、そこに4台と、先ほどのマンホロット様のクロマキーのスタジオをちょっとイメージして、弊社の GYHM850 でスタジオカメラとしてそれぞれをつないでおります。はい。で、それがどういうふうにつながっているかというと、まあ、JVC のカメラからはそれぞれ IP の信号が出ておりますので、そこでまずストリームスターから制御信号を送ってあげます。で、そこから帰ってきた映像に対して、こちらのストリームスターでスイッチングするというところでございます。結果はもうすでにインターネットを通じて、個別の、ローカルエリアにつなげているというようなシステムになります。で、カメラにはそれぞれ IP アドレスを振っておりますので、独立した制御が可能になっております。まあ、これも同じようなシステムなんですけど、セキュリティに強い VPN を使った場合のシステムの構築例で、まあ、これも同じく LAN の回線を使って同じく制御信号、映像信号をそれぞれのエリアから飛ばしてきて、より安全かつ的確に映像をスイッチングすることができます。で、 JVC のカメラではじゃあどんなことができるのかというところで、ストリームスターと JVC のところの
IP のプロトコルももう、公開をしまして、今こちらにあります GY の HM200 Vivi はスコア頂上を機能したカメラでございます。 HM650、HM660、LS300、PZ100 というところで、実際に今日置いてあるカメラが HM200、HM660、LS300、PZ100、 ごめんなさい、ここに一つ書き忘れてますけど GY の HM850 がつながっております。でこちらの JVC のカメラをどんなことができるかというと、まあ、遠隔制御で、まあ、ずらずらっとカメラの機能はあるんですけれども、 ND フィルターのカメラが持っているその機械的な実際の物理的な操作以外の制御は全てこちらのストリームスターから制御することが可能になっております。で具体的にどんな、まあ、事例があるかというところで、まあ、これは X7、6カメ制御を、まあ、イメージしたところにはなるんですけれども、例えば PTZ のカメラを無人化で4台置いていて、人の動きを追いかける場合には、まあ、有人カメラで、この有人カメラからも IP の信号、映像信号を出して最終的にストリームスターに送って、ストリームスターのディレクターのところでスイッチングをしてプログラムアウトを出してあげるというような使い方がまず一つできます。もう一つはライブ会場で同じようなシステムで4カメでつないだときに有人カメラと、まあ、PTZ カメラというところでつなげております。こちらがまあイベント中継としてますけれども、まあ、イベントだけでなく、まあ、その例えば大学の講義だとか、いろんな地方の市議会の会議の中継だとかというところも、まあ有人カメラと PTZ カメラの組み合わせと、まあ、カメラは先ほどのカメラでいかようにも組み合わせは可能ですので、まあ、そういったところでローコストを考えたシステムが構築できるかと思います。お手元の資料は以上にはなるんですけれども、ここでですね、一度ストリームスターを、使ったちょっとデモ映像を少し見ていただこうかと思います。ちょっとヨーロッパの方なので、まああまり馴染みのないポロとかもあるんですが、実際にここがストリームスターで、まあ、スイッチングしながらテロッパーも入れてあるという感じですね。Now to McMillan on the right wing. McMillan in the right corner to Jessica Troyer out front. Now to Kennedy Slayball, base the center circle. Looks to his dad, looks to her dad for an indication. Now to McMillan. Now between the circles, Angie Troyer. Angie Troyer, high post right side to Weaver. Inside to McMillan. They're going low again. She puts it up. No good, but a whistle and foul. She will go to the line. And this will go against Smith Hopgood.でこのようにリプレイも入れることも可能で、はい、でちょっともう一つ、ちょっとあまり馴染みはないスポーツではあるかもしれませんが、ドローンも入れたストリームスターでスイッチングしてる面白いデモ動画ですので見ていただいて。Ladies and gentlemen, welcome here to the Alhav Tour Peloton Club for this afternoon's play in the Julius Baer Gold Cup 2017. Our first match this afternoon is between Julius Baer and the UAE. こういった選手情報とかも、スコアプラスの方で CG を入れることが可能です。Yes, as he does, up onto the ball here now, just flicks that one, he's got a little bit wide, can he come out of that with a beautiful goal there by Guillermo Torreira? Backhand comes off the pony, backhand comes in there by Thierry, unleashing Jack Hyde, Jack Hyde on the move here now, Hyde with some length on it here now, Hyde on Zuma, Hyde moving forward, sorry not on Zuma, Hyde is on Chancler, Hyde taps this one all the way through, three goals it is now to the UAE,
So we'll go back into play quickly there. Off the line of Beresford. Beresford comes away with it here now. Beresford up on the move here. Beresford looks over his shoulder to see where Ben Wire is. Ben Wire hopefully kept off out of it. He lets him go up on the 40. It's going to be Beresford. Picks that ball in the air and sends it through the goal. And gets hooked off out of it there by Hyde. Hyde retains it. Hyde can go about now. Hyde. Hyde is towards the goal. Hyde. And Sopwell tries the hook. Hyde straightens it up here once more. Hyde tap, 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 tap. And Jack Hyde just flicks it away. Goal number 9 on the board there for the UAE. 9 goals in his UAE. まあ、先ほどあの映像市場についてまあどんなイメージかなというところで、まあここにモバイル PC とテレビのまあそれぞれ年代別のまあ比率があるんですけれども、やはり若い年代の10代20代30代の方はまあ今いろいろニュース等でも言われてますけれども、まあテレビより もうスマホ PC 中心のところで映像を見ているのかなと伺えるかと思いますので、まあJVC のカメラで撮った映像もそういったタブレット、モバイルの方に PC の方に配信できるシステムとして今回ストリームスターというところが挙げられます。まあインターネットの普及もこうある中で、まあいろんなあのウェブ配信のサイトがあって、まあどれぐらいの方が使われてますよというところで、まあこういったその市場背景も踏まえて JVC としても弊社のカメラでストリームスターと組み合わせて今までの業務用のまあ制作市場以外で映像のご提供ができればなというところで、こういった背景もあり目指していこうとしています。じゃあちょっと私の方で実際にあのストリームスターの方の実演を踏まえながらやってみますので、皆様から向かって左手のスクリーンに最終的なプログラムアウトの絵を出しております。マンフロットさんのクロマキーの映像も今実際にここに重ね合わせて出しておりますので、重ね合わせる絵がスイッチングした後の絵にクロマキー を抜いてますので、ちょっと見ていただければと思います。で、こちらが PTZ の真ん中に置いてある白いカメラなんですけど、PTZ のポジションを決めておいて、で今プログラムアウトで、ごめんなさい、ちょっと映像としてはあれなんですけど見ていただいておりまして、で実際にはここでじゃあディレクターの人がじゃあスタジオ中継しますって言った時に、今通常だとスタジオがこういう感じなんですけれども、まあちょっと黒巻きにこうちょっと面白い絵にはなってますけど、じゃあこれに例えば背景を重ね合わせると、実際にはこのスイッチングした絵に全て重なって、でこちらは当然スタジオではないので、通常の、カメラのスルーの絵をスイッチングしたものが最終的に出るような形になっております。で真ん中の、白い弊社の PTZ カメラはここからあの先ほどコントロールができますよというところで動かすことも、まあ、制御することも可能です。ただ実際に、まあ、この現場とここの人は少し離れてはいるので、若干 IP というところの遅延はどうしても起きます。それは JVC のカメラでなくとも同じことなのかなというところなので、後でまあ触ってみていただくと、若干信号は行ってるんですけど映像の帰りに、少しタイムラグが、時間にしてそうですね3秒ぐらいは少し映像が遅れてくるので、先ほどのシステム例でありましたように、実際にこういった動きのあるものを PTZ のカメラで遠隔操作で追いかけるということは正直難しいのかなというところがございます。でその場合には、まあ、今回無人でやってますけど、こちらのハンドヘルドのカメラ等で友人でライブを追いかけていただきながら、ディレクターの方でまあ、スイッチングをすると。で
メインの映像に、ディレクターから、スタジオの方にマイクを、切り替えた段階で、スタジオのと、アナウンサーが、まあ、喋るというようなシステムも可能です。でもう一つ、まあ、ご紹介なんですけれども、先ほどあのスポーツの、データねというところでこれまあサッカーなんですが、こういった選手の情報ですねを取り込むことができます。でこちらが NDI ベースでスイッチャーの方に外部の取り込みとして入っていきますので、こういった絵を作ってあげてこのスイッチャー側で作ってあげて、入れ込むことも可能ですので、例えば、選手の情報等をこう出すときにこういった選手のリスト等も出せるようになっております。ただし、まあ、こちらは、ある程度スポーツが限られておりまして、バスケットボール、サッカー、ハンドボール、ホッケー、ポロ、まあ、バレーボールと、まあ、スロバキアの会社なので今のところはこの、6種類のスポーツの、詳細な情報が出てたりはしますので、はいはい、サポートに関しては、ヨーロッパの会社のストリームスターの製品を、まあ、JVC が国内の輸入代理店として、一手に受けて、で、まあ、ここハテナっていうところなんですけど、まだ、この資料を作った時に体制が固まっていなかったので、 JVC がまずストリームスターとの、第一窓口になって、そこから例えば、まあ、システム5様に、国内の販売代理店さんとしてお取り扱いいただいて、その商品を、まあ、皆様にまあ、通常システム5さんがお取り扱いいただいているカメラ、ライト、さまざまな機器と同じようにストリームスターをお取り扱いいただけるようにしていきますので、ご安心いただけたらと思います。